中国甘粛省の砂漠の中に姿を現すオアシス、敦煌です。敦煌もソグド商人の重要な集落の一つでした。中央アジアから中国に至ったソグド商人たちはここにも足跡を残していました。莫高窟第45窟に描かれた壁画、シルクロードの途上で盗賊に襲われる追いするソグド商人、その足元には交易品の絹の反物が描かれています。シルクロード交易は常に危険と隣り合わせのものでした。そうしたソグド商人たちの声を現代に伝える貴重な発見が敦煌でありました。シルクロードで広く用いられたソグド文字です。20世紀に初めて発見されて以来解読が進められてきました。敦煌で見つかったこれらの文書は八通の手紙であることが分かりました。4世紀に遡るソグド最古のものです。歴史学者シムズ・ウィリアムズさん、ソグド語研究の世界的な権威です。どのように情報を活用していたのかが伝わってくるといいます。胡椒を2500送る準備が整いました。これからローランまで絹を買い出しに出かけることにしています。この商人たちにとって情報が頼りでした。さらにどこならば安全に旅をし交易できるか切実な問題でした。そのために時々の政治状況や社会状況に関する情報を的確に掴んでいることが重要だったのです。中国から3000キロ離れた本拠地に宛てた手紙には中国の戦乱の様子が報告されていました。洛陽は遊牧民族の攻撃で炎上しました。人々は逃走し、もはや町はかつての姿をとどめていません。中国での商いの先行きを危惧する内容でした。そして私に万が一のことがあった